どうも、シュータパパです。今回の動画はスイッチ版で、世界一簡単にゲーマータグを登録する方法です。登録が難しくてできない、メールアドレスを持っていない、など、今まで諦めていた人もこの動画を最後まで見れば、必ず登録できるようになるので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そもそもなぜゲーマータグが必要か、という点ですが、ゲーマータグが登録されていない場合、スイッチのユーザー同士でしか遊ぶことができず、スマートフォンやパソコン、PS4 などのユーザーと遊べませんし、人気のサーバーに入って遊ぶ、なんてこともできません。せっかくのタッチとクロスプレイができるマインクラフトを、存分に楽しむにはゲーマータグの登録が必須だということが、お分かりいただけたと思います。では、早速やっていきましょう。まず、マイクロソフトアカウントでサインインをクリック。スマートフォンなどで、表示されたサイトにアクセスします。少し入力すると候補が出てくるので全て入力しなくても OK です。アクセスできたら、今度はコードの入力です。青文字の作成をタップしてください。すでにお持ちのメールアドレスを使うをタップ。ここからがこの動画のポイントなのですが、ステミアドというサービスを使って簡単にメールアドレスを作ることができます。新しいタブを開きます。ステミアドと検索すると出てきます。アドレスを自動作成して追加をタップ。アドレスのコピーをタップ。作ったメールアドレスは必ずスマホに保存したり紙にメモしておいてください。忘れてしまうとログアウトしてしまった時もう使えなくなってしまいます。マイクロソフトアカウントの作成に戻ります。ここに作れたメールアドレスを貼り付けましょう。次へ、パスワードを決めて入力してください。パスワードは8文字以上です。数字だけでなく、英語の文字なども入れる必要があります。例えば YouTube1 などです。自分で考えてください。このパスワードも必ず忘れずに覚えておきましょう。おすすめはしませんが、私は忘れてしまうので紙にメモしています。入力したら、次へ。先ほど作ったステミアドにコードが送信されます。受信トレイをタップ。お使いのメールアドレスの確認というメールが届いているのでタップ。6723ですね。マイクロソフトアカウントの作成に戻り6723を入力。次へ。次へ。簡単なクイズが出されるので答えてください。生年月日、国を入力してください。13歳以上にしないとマルチプレイに影響が出るので注意してください。次へ。確認して次へ。使いたいゲーマータグを入力するか、下から選択します。今回はこちらを選びました。始めましょうをタップ。しばらく待ちます。完了しました。スマートフォンでの作業は以上です。あとは少し待つだけ。これでゲーマータグが作成できました。ここにもしっかりとゲーマータグが反映しています。これでスイッチのフレンドのワールドに入るだけでなく、 PC やスマートフォンなど多機種のワールドにも参加することができるようになりました。もちろんザハイブのようなサーバーにも参加できます。試しに入ってみましょう。は PVP などで大人気のサーバーです。問題なく入れましたね。
のフレンド追加の説明です。フレンドを選択。クロスプラットフォームでフレンドを探す、を選択。フレンドになりたい人のゲーマータグを入力していきましょう。ゲーマータグは一緒に遊びたい人に教えてもらってください。間違えていなければ表示されます。これでフレンドになれました。相手にも自分のゲーマータグをフレンド追加してもらうのを忘れないでください。お互いにフレンド追加しないとワールドに参加ができません。フレンドがワールドを開いていればこのように表示されます。選択すれば参加できます。今回は自分のワールドに参加してもらうことにしました。入れました。いかがでしたでしょうか。今回はゲーマータグの登録方法を詳しく解説していきました。これでゲーマータグの登録に必要なメールアドレスを持っていない問題や、スマホに Gmail はあるけど、親と共通なので使わせてもらえない問題も、解決できたんじゃないかな、と思います。登録できた、などの報告だけでもコメントしてもらえると嬉しいです。できなかった、ここがわからない、などの場合も、どんどんこの動画にコメントお願いします。一緒に少しずつ解決していきましょう。この動画が少しでも役に立ったと思ってくれた人は、ぜひ、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。このチャンネルでは、これからもマインクラフトのちょっとした解説動画や、お得な情報をお伝えしていきます。では、次回の動画でお会いしましょう。